ちは、こんばんは。おはようございます。エスラシャックです。皆さん元気だっていいな。なんか久しぶりですね。ごめんなさい。なんか俺はなんかちょっと難しかったから、なんかこのチャンネルの動画は、めっちゃ遅い。めっちゃ遅い。ごめんなさい。でもさ、なんか今から、もっとリアクション動画作って見てる。はい。ごめんなさい。でも、今回は新しいグループ。私のとって新しいグループ。Seven Men Samurai。Seven Men Samurai っていう。曲は、アスパラベーコン。アスパラベーコン意味は何？意味わかんない。ちょっと、楽しいグループ。楽しいグループみたいな。けど、しゃあない。なんか、今回は、なんか、初めて聞きます。そして、皆さん一緒に見ましょうね。でも、その前、チャンネル登録しながら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。ブーム。セブンメンサムライ、アスプラベーコン。セブンメン。来たことないよ。うわー、ベーコンのコスプレイ。うわ、何これ野菜のコスプレイ、え？でも、美味しそう、これ。あ、ごめんね。なんか、音は大きいなら、それはダメよ。YouTube で。あ、うん。みんな、セブンメンサムライのライブ、行ったことありますか？いつも、エコー、ウーあー、アスプガラスベーコン、あ、知ってる。アスパラガス。なんか英語で、それはアスパラガスっていう。あー、アスパラガスベーコン。あー、わかるよ。美味しいじゃん、それ。なんかいつも、なんか渋谷行ったら、なんか新しいボイブ、え？何これ？なんかヘビーメタルになった。アスパラスベーコン！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 ベーコン、アスパラスベーコン。あ、今アスパラスベーコン食べたいよ。うわー、お腹ペコペコなった。アスパラスベーコンお願いします。ベーコン、ウー、アスパラスベーコン、みんな立て、アスパラスベーコン食べて、アップ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 、アスパラスベーコン作ってるよ、ウォー、アスパラスベーコン、うわ、そのライブ楽しいじゃん。うわ、来たいじゃん。マジで楽しい。けど、なんか今、アスパラスベーコンのイメージ考えてるから、アスパラベーコンだけ見えるよ。ウォー、お腹ペコペコになるよ。アスパラスベーコン。わー、楽しい。楽しかった。わー、楽しかった。なんか、セブンメンのこと、聞いたことないじゃん。これは、なんか、初めて聞いたことあるよ。聞いてる。セブンメンサムアスバラベーコン。わー、それ食べたい。なんか、ちなみに、イギリスの文化で、アスバラベーコンは、なんか、いつも、なんか、それは、なんか、クリスマスの、
なんかクリスマスのことです。なんかクリスマスデーの昼ご飯に、なんかアスパラベーコンとか、ターキーとか、それを、食べてる。はい。そして、なんかアスパラベーコンは、なんか俺に、なんかクリスマス、なんかクリスマス時、のイメージ持ってくる。はい。そして、なんかクリスマスもすぐですけど、なんか、多分日本人にとして、なんかアスパラベーコンはなんか普通の、普通のご飯でしょう。あー、でも食べたいじゃん。みんな一緒にアスパラベーコン食べに行く。あー、食べに行く。あー、でもさ、なんと思いますか？なんか、セブンメンサムライでしょう。セブンメンサムライちょっと楽しそう。多分、なんか、セブンメンサムライの、一番有名な曲は何ですか？教えてください。なんか、ちょっと興味あるよ。ちょっと楽しそうから、興味あった。でもさ、なんか、みんな何と思いますか？コメント欄で教えてください。みんなの考える、その曲、聴くとき考えることを、教えて、チャンネル登録しながら、チャンネル登録して、like ボタン押してください。はい。でもさ、俺はエスタチャッケです。キラープレイズです。見てありがとう。じゃあ。